久しぶりです。なんだよ堅苦しいな。ニコよ、久しぶりって感じでいいのに。じゃあトライアゲン。トライ、あートライ、トライよ、久しぶりって感じでいいのに。あ、後半は真似しなくていいんだけど。ちょっと寒いだろ。ああ、ごめんごめん。野球の配達あってさ、そのまま来ちゃったから。もういいよいいよ。汚いからさ。ああ、で、どこ行きたい？ここ、お母さん。思い出？オッケーオッケー。じゃあ、いろいろ欧州回ろうか。うん、うん、ゴーアラウンド欧州。久し藤原の里へ。じゃあ足元ね、ツルツルするから気をつけてね。気をつけてね。はい、順番にね。はい、段差ですよ。滑るよ。はい、足元気をつけてね。はい、また上がるよ。順番ね。何してんの？ここ楽しいじゃん。だったか。行きたかったんだけど、さっきまで幼稚園の見学が入ってて。あ、ん？よ、久しぶりって感じでいいのに。あ、ニコ。あ、あもう中国語での挨拶忘れちゃった。バカだなお前。
ちにも展示室あるから行ってみて。なんで急に欧州に。向こうで先生が亡くなってから連絡取れなかったんだよね。なんかあったのかな。母親のふるさと見たいってやっぱ悩んでんじゃないか。ほら台湾でいろいろあってさ。青いくるみも吹き飛ばせ、酸っぱいカリウムも吹き飛ばせ、ドッドド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 。子供たちがほら一等だぞと言って駆け足で運動場にやってきました。しかし子供たちや教室を見てハッとしました。自己试着做过了。嗯？妈妈的味，難しい。リンゴ違う？あ、リンゴの種類がってこと？あ、材料にエサシリンゴとかどうなの？あ、どうだろう。
しちゃった。ああ、すっきりした。なんで今なんだよ、お前。先生が材料で使うとは思えないんだよな。あ、ちょっと待って。これ待ち合わせの時に持っていこうと思ってたんだけど、急な配達でバタバタしてて忘れちゃって。保育園が閉園になった時に出てきて、これはニコが持ってた方がいい。なんだよ。え？師傅。うちの母親が金子先生に書いてもらって、私が先生のアップルパイ好きだったから頼んでたみたい。なんで早く言わないんだよ。いや、さっきそういえばって思ったんだけど、期待させてなかったらかわいそうでしょ。確かに、何歳だろう。連れてくるべきだったよな。きっと大丈夫。
心配しなくてもきっと大丈夫。不用担心，一切都会很好的。再见，我们一起朋友哦。